皆さん、こんにちは。本日は数2の三角関数。三角関数の性質についてやっていきたいと思います。図形を使った三角関数、まあこちらですね。確認していきたいと思います。それでは始めていきましょう。まずは単位円の復習から入っていきたいと思います。単位円ってそもそも何かと言いますと、原点を中心とする半径1の円のことを指しています。 で、こちら、円周上の一点を P としたときに、sinθ、シータどう表すことができるかというと、えー、半径分の y 座標、つまり、はい、えー、1分の y で y ですね。で、コサインに関しても同様に x。で、t a n ェントは、はい、x 座標分の y 座標ですので、x 分の y。こういうふうに表すことができます。 で、本日何したいかと言いますと、はい、今回は θ とマイナス θ、えー、θ プラス2分の π、はい、直角、θ プラス π、一周分。こちらの関係性について考えていきたいと思います。で、この時、はい、x が cosθ、y が sinθ、x 分の y が t a n ントシー θ こちらをうまく利用して解いていってください。では、早速、まず、θ とマイナス θ の関係性についてです。 はい、こちら、えー、p に関して、はい、逆側に三角形できますので、はい、こちらの座標は、えー、x カンママイナス y とすることができます。で、sin マイナス θ。Th, はい、こちら、y 座標を注目すればいいので、マイナス y。つまり、マイナスの s i n ー θ とすることができます。続きまして、cos のマイナス θ ですが、こちらに関しては、はい、cos マイナス θ、th, x ですね。x だから cos θ。Th, つまり cos、cos とすることができます。 で次、タンジェント。タンジェントマイナスシータに関しては、はい、X 座標分の Y 座表、マイナス X 分の Y ってなりますので、はい、タンジェントにマイナスをつけた、マイナスタンジェントシータ。とすることができます。次に2番です。シータプラス2分の π に関してです。 はい、こちら、xy とすることができて、2分の π っていうのは90度、直角になりますので、まあこんな感じですね。で、ここの角度について考えてください。じゃあ、この座標どうなるのと言いますと、はい、ここで注目してほしいのは、この三角形とこの三角形、合同、同じ形ということです。えー、すると、はい、これ、xy ってすることができて、つまり、まず x 座標は y だけ、えー、マイナスいきました。はい、マイナス y の、x はそのまま上ですね。はい、マイナス y カンマ x とすることができます。 では、えー、サイ sin の θ プラス2分の π ですが、はい、y 座標を注目すると x、つまり cosθ とすることができます。続きまして、cos に関しては、はい、マイナス y になりますので、マイナスの、はい、sinθ 代入すればいいので、マイナス sinθ。ー tangent、に関しては、マイナス y 分の x、はい、これ逆になっているので、ひっくり返してマイナスをつける。つまり、マイナス t a n ントシー θ 分の1と表すことができます。 続きまして、シータとシータプラスパイの関係性です。はい、シータに対して反周すればいいですので、はい、こちら、えー、ま,あ、まず座標としては、はい、p'-x ダッシュマイナスとマイナス -y とすることができます。はい、それぞれマイナスつけただけですね。はい、まずサインシータプラス、えー、パイはい、マイナス y ですので、マイナスサインシータ。でコサインに関しても、マイナス x だから、はい、マイナスのコサインシータ。で、タンジェントに関しては、マイナス x 分の、えー、マイナス y。 で、マイナス消えますので、x 分の y。つまり、タンジェントシータと一緒ということができます。では、実際にどういう問題が出てくるかということで、こちら紹介したいと思います。sin12 分の 5π を a と置くときに次の値を求めよまず1番ですね。sin-12 分の 5π。はい、この形、s i n イナスのータっていうのは、マイナス sin θ と表すことができるので、はい、こういう風にすることができて、sin12 分の 5π は条件で a っていうことができますので、マイナス a とすることができます。続きまして、2番。 コサインの12分の 5π、こちらに関してですが、はい、コサインサインどうするのっていうと、はい、えー、ま、あ、 ね、コサイン事情っていうのは1マイナスサインの事情ってなりましたよね。ということで、コサインがはい、ルートの1マイナスサインの12分の 5π の事情とすることができます。で、今回12分の5、12分の6だと直角になりますが、直角よりもちょっとこっち側っていうことになりますので、えー、そうするとコサインだっ値はプラス。ということで、ここプラスマイナス関係なく、プラスっていうふうに考えることができます。で、えー、サインの12分の 5π は a ですので、はい、ルートの1マイナス a の事情。こういうふうに答えることができます。 続きまして3番。コサインの12分の 11π ですが、こちらどうなるのというと、はい、こちら、えー、コサインの12分の 5π と2分の π、ね、12分の 6π って表すことできますので、えー、つまりこれ、はい、マイナスサインの12分の 5π と一緒ですね。で、マイナスサイン十1 2分の 5π。はい、えー、まあこちらに関しては、サインの12分の 5π、a ってできますので、はい、マイナス a というふうに表すことができます。では最後、こちらの問題と言っていってください。 それでは解説に移ります。では問い8です。sin の5 8分の 5π、はい、8分の π と8分の 4π、2分の π ってすることできますので、はい、cos8 分の π と一緒になります。つまり答え b です。で、次2番ですね。cos8 の8分の 9π ですが、これ cos の、はい、8分の π と π で分けることできるんで、はい、反周している、つまりマイナス8分の π ってすることできて、マイナス b って答えることができます。 では、最後に3番ですが、はい、サインの8分の 29π。はい、えー、これ、とりあえず分けていくと、サインの 3π プラス8分の 5π ってすることできます。で、こっから、1周って 2π ですよね。1周って 2π ですので、まあ、2π 減らしても増やしても同じ数だよということで、まず 2π 減らしちゃいましょう。 で、そうすると、こういう形になると、はい、π っていうのは半周分ですので、はい、マイナスサインの8分の 5π とすることができます。で、1番でサインの8分の 5π、b っていうふうに出してますので、はい、マイナスがついてる。つまり、マイナス b っていうふうに答えることができます。今回は、この単円がうまく使えるかどうか、それによって公式が導けるかどうかということがポイントになると思いますので、しっかりとこの単円、えー、忘れちゃった人は押さえておくようにしてください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。